にゃんにゃん、どうもこんにちは、シュン TV シュンのシュンです。シュン TV シュンのラジオトーク、イエーイ、ヒューヒュー、またヒューヒュー、第165回、パート165、2020年9月24日のラジオトークです、ってことですね。今日のラジオトークなんですけど、今日のラジオトークはですね、ですね、またね、3周年のね、内容を考えるラジオトークとして、まあ、やっていこうかなと思います。やったね、ということでね、まあ、11月25日でシュン TV シュンね、チャンネル開設3周年をね、迎えるわけなんですけど、はい、迎えるわけなんですけどね、まあ、いろいろね、何するかっていうのはね、まあ、あまりね、まだ決まってないんですけどね。まあ、一応生配信の内容的にはね、まあ、決まったかなと思います。フォートナイトと、ホラーゲームと、あと、自分のね、実写生配信。だいたいね、1時間ずつのね、生配信を3日間にね、分ける状態まで来ました。はい。まあまあまあ、そこまで来たんですけど、まあ、そうだよね。まあ、3つだけで足りるかな問題にね、直面しました。まあ、一応1時間枠でもいいんですけど、ちょっとね、もうちょっとね、やりたいことあると、自分がね、もうちょっとやりたいことあるので、まあ、1時間配信枠、あとはもう全部30分枠をね、作ろうかなと思います。なので、あと2つね、やるものをね、決めないといけないってことになったので、またね、近いうちに、Twitter の方でアンケートを取ろうかなと思います。はい。アンケート93ですね。3個目。まあ、余った30分枠、何がいいですかってことだよね。また、選択肢を、選択肢ね、出しまして、それでね、まあ、答えていただく感じになるかなと思います。っていうことですね。で、その結果で、またいろいろ変わるよって、まあ、いろいろ変わるよ。まあ、いろいろ変わっていくのかなと思います。はい。はい、って感じですね。はい、そういう感じになります。ってこと、まあ、てことじゃないわ。で、あとはですね、まあ、そのうちいろいろね、話そうかなと思ってることあるんですけど、まあ、3周年のね、3周年近く何しようのやつがね、割ってからでいいかなってことやのね、まあ、その話は、まあ、置いとこうかなと思います。ってことでですね、今日のラジオトークはまたね、3周年の企画を考えるラジオトークってことで3分間お届けしましたってことで、今回のラジオトークこんな感じで終わりたいと思いますってことで、ありがとうございました。ではまた明日のラジオトークでお会いしましょう。ありがとうございました。